バーモバーモドッペです。今回は今年のオリンピックに出場予定のテニス日本代表の選手が使っているラケットのご紹介ができればと思っています。日本代表の選手が使っているラケット気になりますよね。本当に有名な選手がたくさん出ていきますので、あ、こんなラケット多いんじゃないかなとかって予想つく方ももしかしたらいるかもしれないです。今回はオリンピックの選手で男子と女子で10名の選手、パラリンピックの選手でも男子と女子合わせて10名の選手、合計して20名の選手が今回出場予定というふうに言われています。まあ今回はですね、ちょっとパラリンピックの選手も調べてみたんですけれども、ちょっとわからないところが多かったので、今回はオリンピックの選手にちょっと中心的にお伝えしていきながら、わかる限りご紹介も少しできればなと思っています。今回はラケットメーカーの公式ホームページだったりとか、選手個人の Facebook とか Twitter とか Instagram とか、そういった SNS、 最近の SNS を見て、あ、こんなラケット使ってんだなっていう感じで僕はまとめてみたんですけれども、もしかしたら皆さんの方が選手のことをご存知の方がたくさんいらっしゃいますので、もし、あ、この選手の使っているラケット違うよとか、もしね、ご意見だったりとか、またご指摘がありましたら、どんどんコメントで、いただければと思っています。まあ、今回はですね、選手が使っているラケットの市販モデルのご紹介になりますので、ぜひね、皆さんも今後の、ラケット選びの参考になってくれたら嬉しいなと思っています。それでは行きましょう。まずはこちら、バボラのピュアドライブ。前回のこちらの動画でもご紹介していましたけれども、このピュアドライブ、本当にプロでも、本当に一般の方でも人気がありますよね。ダニエル太郎選手、杉田祐一選手がこのピュアドライブを使っているというふうに言われています。ダニエル選手も杉田選手もプレースタイルが全然違いますよね。振り方だったりとか、スイング軌道、ボールの軌道だったりとか、展開の仕方とか全然変わってくると思います。つまりピュアドライブを使えば、いろんなプレースタイルに応用することができる。いろんなプレーができる。いろんなショットが打てるということが分かってくるんじゃないかなと思います。僕はですね、アルゼンチンにいた時にダニエル選手の試合を見に行ったことがあるんですけれども、いや本当に素晴らしいテニスをしてくれて、いや本当にいい人だったんですよね。これはちょっと余談になってしまうんですけれども、僕の知り合いのお子さんに、会場が試合が終わった後にサインを求めに行って、その後ですね、笑顔で対応してくれたのは本当に印象的で、あ、優しい選手なんだなというふうに思いましたね。ぜひね、ピュアドライブもうご存知の方多いと思いますけれども、こちらも試してみるといいのかなと思います。そして次はウィルソンのウルトラシリーズ。このウルトラ本当に大人気ですよね。この錦織選手が使っているということもありまして、このジュニアのサイズでもこのウルトラシリーズはたくさん出ています。もうジュニアの頃から、子供の頃から錦織選手に憧れている人はたくさんいると思います。本当に錦織選手みたいになりたいという、そんな思いを込めたラケットになっていると思いますので、これをね、使っていくと僕はね、本当に強くなれるかもしれないです。そして錦織選手だけじゃなく、女子のダブルスへ本当にいい素晴らしい成績を残している青山修子選手、こちらの選手は去年までブリジスのラケットを使っていたんですけれども、今年からウィルソンに変えて本当にいい成績を残してくれていますよね。特に青山選手はフットワークがすごいんですよ。前にも後ろにも斜めにも動いていって、いつの間にそこにいるのってぐらいですね、カバーリングが半端ないんです。もうそれだけじゃなくて、もう小さくコンパクトに当てていって、バックハンドでのダウンザラインだったりとか、前に押し込んでいくパッシングショットも見ていて気持ちがいいんです。いやー、あの気合入ったあのショット、もう本当にこの女子のダブルスを引っ張っている選手なのかなというふうに思います。そして次に1位に行く前に一つだけご紹介したいラケットがあります。それがこちら、ダンロップのラケットになります。このダンロップのラケットを使っていることで有名なのは土井美咲選手ですよね。土井美咲選手も今年のオリンピックに出場されます。土井美咲選手はこのダンロップ CX200 のラケットについてこんなことを言っています。とても柔らかくて反発性が良く、自分の手で打っているような感覚です。コントロールもしっかりできて、いいボールがいく、しっかりと振り抜けていけるというふうに言ってくれていますよね。土井選手といったらやっぱりフォアハンドですよね。あの本当に豪快な体全身で使って鋭くパワーのあるフォアハンドショット、リターンでもラリーでもエースを取っていきますよね。あのショットは本当に見ていて気持ちがいい。コントロール性能の高いラケットを使って、さらに土井美咲選手みたいにコーナーにワイドに決めていきたい方におすすめのラケットだと思います。またパラリンピックの車椅子テニスで女子世界ランキング2位の上地結衣選手、こちらの選手もこちらこのダンロップ CX400 を使っているというふうに言われています。この CX シリーズもスピンもかけていけて、コントロールもしていけて、本当にいいラケットだと思います。そして最後に一番使われているラケットがヨネックスです。
特にヨネックスの V コアと E ゾーン、このラケットが一番多いんですよね。まずはこの V コア、 V コアといったら西岡良人選手、そして男子ダブルスで出場予定の錦織選手とダブルスを組むマクラクラン・ベン選手、女子の日比野菜緒選手もヨネックスの V コアを使っていますよね。男子も結構この V コアを使っている人多いんですけれども、特に女子のトッププロがこの V コアの使用率が高いんです。女子のダブルスの試合を見てみると4人ともヨネックスの V コアっていうケースが、時々見られます。それほどですね V コア多いんですよね、女子の選手ね。本当にこれ女子に大人気のラケットなんだなと思います。そして E ゾーン、E ゾーンといったら大坂なおみ選手ですよね。大坂なおみ選手が使っているのは、まあ、青いラケットではなくてホワイト&ゴールドのカラーのラケットなんですけれども、このカラーバリエーションの E ゾーンのラケットは本当にもう出てからすぐ売り切れたというふうにラケットショップの方が言っていました。また車椅子テニスの日本代表の国枝慎吾選手も E ゾーン98を使用されています。本当にヨネックスの E ゾーン使っている方がたくさんいます。そして今回女子ダブルスで出場予定の柴原瑛菜選手、先ほどの青山修子選手とダブルスのペアを組んで出場される予定なんですが、こちらの選手の方も E ゾーンを使っていますよね。もう柴原選手はサーブがですね、大坂なおみ選手みたいに豪快なんですよ。またワイドにめちゃくちゃ跳ねていくスピンサーブも本当に見ていて相手が打ちづらそうだなっていうようなポイントがたくさんあります。それにボレーもすごいんです。相手を惑わせるフェイントだったりとか、超攻撃的なポーチ、上にも横にも広くカバーできるスピード、前衛ってああやればいいんだ、ああいう風に動けばいいんだって思うぐらい見とれちゃいますよ。東京オリンピックではハードコートだと思いますので、かなりスピード感のあるテニスが見られると思います。今回はオリンピック選手、パラリンピック選手の使用ラケットをご紹介してきました。もうオリンピック、パラリンピック含めてテニスで日本代表としてメダルを取れる選手はたくさん出てきましたよね。本当になんか日本代表の試合ってなんか燃えますよね。もうグランドスラムの試合ももちろん楽しいんですけれども、本当に日本代表して出てる選手を見ていくと、なんか自分も一緒になって盛り上がっていったりとか、熱くなったりとか、自分も一緒になって選手として出ているような気分になりますよね。そんな雰囲気にさせてくれます。自信と勇気とパワーをもらえる、そんな試合になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。みんなで今回もオリンピックの選手、パラリンピックの選手を応援していきましょう。ここまで見てくれて本当にありがとうございます。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではチャオチャオ、バイバイ。